にちは、メイです。今回は岬のクリエイトをやっていきます。この辺りは湖の見えるテラス席という動画で作りました。ここから続く道を通っていくと岬に着きます。オランジェ島の岬は少し広めです。場所はこの辺りです。小さな範囲をかなりシンプルに仕上げていきます。それでは早速作っていきます。まずは先ほど通ってきた場所と岬をつなげるために2段目を作ります。はい、ではここで毎回恒例の集まれ動物の森マニアッククイズのお時間です。前回はバンカーズランプについてでしたね。では今回はキャラクターについての問題です。毎年春になるとウサギの怪物ピョン太郎がやってきますね。ピョン太郎は夜な夜な島に来ては地面に、木に、海に、川に卵を隠し、ニッチは風船に卵をつけて数分おきに飛ばすなどをしています。イースターのレシピをすべて作るにはそれぞれの卵を約何個必要でしょうか。正解は35個の卵が必要です。意外と多いですね。ぴょん太郎は不気味だの、ホラーだの、住民たちからも怖がられ、背中を見られるのをひどく嫌っていますね。英語名はジッパーティーバニーといい、背中のチャックをいじられた名前になっています。ちなみにぴょん太郎に敬意を込めてマイデザインを描くほどのファンです。このマイデザインはぴょん太郎のなりきりセットです。イースターイベントなのでぜひお使いください。もう少しだけ形を整えます。次は岬の飾り付けをしていきます。遠くから見た時に灯台だけが目立ってほしいのに右の木も目立ちますね。なのでこの木の大きさを小さいものに変更します。同じ大きさの木が並んでいるとバランスが悪いので右の木を大きいものに変更します。右の道から灯台まで道をつなげていきます。もう少しだけ幅を小さくします。岬はシンプルにしたいことを忘れていたので土の道を変更します。飾りがないものの方がすっきりとして見えますよね。右の道も手直ししていきます。ここに灯台とおさらいの色のはしごをかけています。岬を飾り付けていきます。遠くから見た時に手前側に大きめの家具があると灯台が目立たなくなるので奥の方を中心に家具を置いていきます。柵も石の柵よりも背が高いと撮影ポイントから見えてしまいます。隙間を埋めていきます。自然な形にしたいと願って作った形でしたが、もう少しだけ土地を広く変えていきます。背の高い家具を置けない代わりに雑草を植えていきます。光苔も小さいサイズにします。円形から確認すると灯台以外は目立たなくていい感じです。せっかくなのでもう少しだけ2段目を大きくして家具を飾れるようにします。最近はメンバー公開だけの動画を考えていて、全体公開にはできないような動画も考えています。
お笑いが好きなのですが、なかなか普段のしまくりエイトの動画だとネタに全振りの動画ができないので挑戦してみたいですね。メンバーの方の特典としてはお蔵入り動画やメンバー限定配信、島公開の時に誰よりも早く島に来やすくなる権利などですね。準備ができていないのでなかなか募集ができませんが、オランジェ島が完成した時くらいには開始したいです。夢見公開もする予定はないので、メンバー限定配信をしながらメンバーの方をお呼びして島観光できたらいいなと思っています。グーパンチしているような形にできました。ここからさらに飾り付けていきます。これで上の部分は完成したので、岬の前の砂浜を飾り付けます。砂浜と陸地の境目に麦畑を置いていきます。岩場にも麦畑を敷き詰めます。自然界ではまあまあありえないような光景ですが、写真を撮った時に麦畑が手前に写ると美しいからです。そして手前と奥に麦畑がそれぞれあると斜めの関係ができて、これもまたエモい感じを出せます。最近はちょっとレトロで情緒的な場所を作るのが好きなので、こういうシンプルな場所を作りがちです。砂浜にタイルを敷いていきます。お借りしたマイデザインです。詳しくは概要欄をご覧ください。これで全て完成です。岬の形にかなり手間取ってしまいましたが、かなりシンプルな仕上がりになりました。シンプルな岬もいいねと思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。高評価、チャンネル登録、とても励みになります。それでは完成ムービーをご覧ください。